山越えの準備してきてよかったね。それじゃ行こう。あれ？待ってるよ、みんな。今俺が行くからな。 急いでいるみたいだったけど、人を待たせているのでしょうか。そのような言葉が聞こえてきましたが、詳しくは分かりません。この山、盗賊が出るって噂もあるのに。 追いかけよ。一人じゃ危ないもの。それに何の準備もなしに山を越えるなんて無茶だよ。まだ遠くへは行ってないはずです。このまま行けば追いつきます。 Yes.
です。
なんだ、お前たち。もしかして、盗賊か？来るなら来い！違う、違うから！さっき入り口ですれ違ったでしょ？どうやら、覚えていないようですね。悪かったな。それより何の用だよ。俺は急いでんだ。邪魔するなら先に行くぞ。待って、君、準備もなしに一人で山を越えるつもり？ああ、急いで帰らないとデジルの町のみんながやられちまうんだ。それは一体。町が魔物に襲われているなんて。今はまだ耐えているみたいだけど、それもいつまで持つか。デイジルは俺の故郷なんだ。何としても助けたくて飛び出してきた。しかし、だからといって見習い兵士のあなたお一人で行こうとするのは無謀です。仕方ないだろ。兵団の出動を待っていたらみんな殺されちまう。そんなの俺は嫌だ。もう全部話したし、これでいいだろ。じゃあな。待って、私たちも一緒に行くよ。話聞いてたのかよ。魔物に襲われてるんだぞ。大丈夫かはわからないけど、君の話を聞いたからには放っておけないよ。
いいのか？もちろん。私たちが行こうとしている場所と方向も同じだしね。種と関係のある可能性も十分に考えられますしね。私はサラ、よろしくね。ユカだ。それ、よろしく頼む。